週刊文春電子版スクープ速報。人気アイドルグループストーンズの森本慎太郎さんが女優の森川葵さんとドラマでの共演をきっかけに真剣交際を開始し、2人でタイ旅行に出かけていたことが週刊文春の取材で分かりました。森本さんといえばグループ最年少メンバーで肉体派キャラとして知られており、昨年放送の日本テレビ系だが情熱はあるでお笑い芸人の山里亮太さん役を熱演したことでも話題になりました。一方の森川さんは2010年15歳の時にセブンティーンの専属モデルとしてデビュー、2012年に女優デビューを果たし、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうや駆け狂いなど次々話題作に出演し一躍有名に。プライベートでは2018年に俳優の高橋一生さんと、そして2019年には俳優の中野太賀さんとの熱愛が報じられています。そんな森川さんと森本さんのタイ旅行を週刊文春がキャッチしました。8月16日の出発前、ラウンジに居合わせた客によると、二人で一つのスマホを覗きながらよく笑っていたと言います。完全に二人だけの世界に没入している感じだったとのこと。そして出発から2日後、羽田空港に戻ってきた二人は一緒に同じ車に乗っていきました。双方の事務所に質問状を送ったところ、森川さんの事務所からはプライベートは本人に任せています、森本さんの事務所からは回答はありませんでした。現在配信中の週刊文春の電子版では、撮影現場で見られた匂わせ、そして森川さんの出演者キラーぶりや仲睦まじいやりとりを写真と合わせて詳しく報じています。続きはぜひ電子版の方でお読みください。週刊文春電子版では雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックして、ぜひ週刊文春電子版をご購読ください。